ヨハン・オラフ・コスは、ノルウェーのブスケルーケンド・ランメン出身の元、スピードスケート選手。後に指導者となり、1990年代前半に国際大会で活躍した。愛称は、コス・ザ・ボス。コスは1987年に、ノルウェーのジュニアチャンピオンとなったが、1986年と1987年の世界ジュニア選手権では、 世界のトップ選手と競うことができなかった。1988年の世界、オールラウンドスピードスケート選手権に初出場したが、予選で敗退した。翌1989年地元オスロで開催された、世界オールラウンド選手権では1500メートルで2位となり、総合8位になった。1990年の同大会で、初優勝すると1991年に連覇を、 果たした。1992年アルベールビルオリンピックでは、秘蔵の炎症の手術を受けて5日後に5000メートルで7位、その3日後1500メートルでは、金メダルを獲得、さらに1万メートルで銀メダルを獲得した。1994年、コスは、自国開催のリレハンメルオリンピックにおいて出場した1500メートル、5000メートル、1万メートルで、 すべてオリンピック新記録を出して3冠、スケート人生の優秀の美を飾った。同年、スポーツイラストレーテッド史選定の年間、最優秀選手に、ボニー・ブレアと共に選ばれた。現役引退後は、オーストラリアのクイーンズランド大学で学び、後に、ユニセフ大使となった他1998年から2002年まで、国際オリンピック委員会のメンバーを務めた。コスは現在、 カナダに本拠を置く国際人道機関ライトツープレイの CEO を務めている。ライトツープレイはスポーツを通して世界の恵まれない子どもたちを支援する活動を行っており64人のスタッフと90人のボランティアが働いている。2009年11月、コスはノルウェーナショナルチームのピーター・ミューラーヘッドコーチが絶過問題で解任された後を受け、 指導歴がないのにもかかわらずヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。